質問が消えたので再度質問いたします。すいません、ほんま全部答えられないんで、宇佐美選手のことが大好きで応援しています。宇佐美選手はもう日本代表厳しいでしょうか。厳しくないでしょう。僕は高橋のプレーを最近見てるんですけど、あれだけ才能のある選手ですから、日本代表に必要なことが何かと考えてしっかりアプローチすれば、全然年齢的にも、来年ワールドカップに出てるっていう高橋を見るのも、不可能じゃないんじゃないかなと思います。これはでも本人次第ですよね。